皆さんこんにちは。いてくださってありがとうございます。今日はティファニーにボーンカフブレスレットを買いに行く一日を紹介しようと思います。ボーンカフブレスレットは私にとってもう20年以上前からずっと憧れ続けてきたアイテムで、いつか大人の女性になったら必ず手に入れると決めていました。ちょうど今年40歳になるのと、いろんなことがあってタイミング的に今だなと思えたので今日は選びに来ています。場所はニューヨークの本店、フィフスアベニューにあるんですが、その本店の建物は今改装中で隣の、ビルディングで移転して営業しています。でも規模は本店と全く変わらないぐらいの広さとボリュームがあって、全く問題なく営業しています。もう実は何回かこの店舗には試着しに来ていて、もう左腕の、ミディアムサイズにするっていうのは決めていました。なんですけど、今日も一応念のため試着させてもらっています。前回よりなんか馴染む感じがしたので、もしかしたら個体差があるのかなと思います。この担当してくださった担当の方 もとってもいい方で、彼女自身もすごい長年愛用されているそうで、ボーンカフブレスレットについてすごくいろいろ熱く語り合いました。ボーンカフの一番やっぱ素晴らしいところは、長年つけててもおじいちゃんおばあちゃんになってもやっぱすごいかっこいいところ、おばあちゃんになってもさらっと T シャツにこのボーンカフだけつけてたらすごいかっこいいなと思って、憧れていました。もともと私ティファニーがすごく大好きで、高校生ぐらいの時から集めてたんですけど、このボトルシリーズやビーンシリーズで有名なエルサ・ペレッティっていうデザイナーが本当に大好きで、彼女のこのなんていうのかな、流れるような繊細なこの美しい形は本当にインフィニティだなって思います。本当におばあちゃんになってもなんなら死ぬ瞬間もつけてたいなって本当に思ってて、ちょこちょこ集めてはいたんですけど、ボーンカフブレスレットはもう私にとって最後もうラスボスって感じで、ずっといつかは手に入れたいと思っていました。エルサ・ペレッティって本当にすっごいレジェンダリーな人で、1974年にティファニーに参加するんですけど、それからずっと今に至るまで、ずっと愛され続けていて、彼女自身はもう亡くなってしまったんですけど、彼女と、長年の友人だった、これも伝説的なデザイナーホルストンとか、歌手のライザ・ミネリ先生とかですね、彼女たちが、1970年代80年代ニューヨークでもうクラブ54とかでですね、看板張ってた時に、本当にニューヨークとか、世界中のファッションシーンを、引っ張っていた伝説的な人たちなんですけど、ライザ・ミネル先生も先日のオスカーで、プレゼンターとしてレディー・ガガにエスコートされて出てきたんですが、もうちょっとびっくりしたんですけども、彼女は車椅子に乗っていて、でも目の輝きとかジョークを言う感じとかはすごいまだ昔のまんまだったんですが、車椅子で、登場しました。で、作品賞の発表のプレゼンター役だったんですけど、もうその時もやっぱ彼女両腕にボーンカフブレスレットをつけてて、もうやっぱもうなんていうのかな、友情とかストーリーとかすごい感じました。私にとってやっぱジュエリーってストーリーがあるものがすごく好きで、自分も身につける時というか、購入する時とかは何かの節目だったりとか、どこか行きたかった国に行った時の思い出だったりとかっていうのを一つ一つストーリーがあって、なので、なるべくこうもうずっと身につけていたいっていうのが私にとってのジュエリーのつけ方なんですけど、もう皮膚のように、誰々といえば誰々だよねみたいな、ライザ・ミネリにとっての
やっぱエルサベレッティのボンカフっていうのはやっぱストーリーがあって友情があってっていうのがそういうのがすごい好きで、今私もニューヨークにせっかく住んでいて、彼女たちの作品をね、こうやって身につけることがニューヨークでできるっていうのがすごく私にとってストーリーの一つになるなと思って、またよりボンカフについての憧れが強くなってたので、もうこうやってやっと手に入れることができてすごく嬉しいです。もし興味があったら、エルサ・ペレッティとかライザ・ミネリとかもちろん出てくるホルストンが主役のネットフリックスのドラマが配信されているので、よかったら見てもらったら、その当時のニューヨークの感じとか、そのホルストンととの関わりだったりとかがすごくよくわかるので、見てもらえたらいいなと思います。今日はですね、いろんな私の熱い思いが詰まったこのブレスレット、ボンカフブレスレットを手に入れるっていう動画だったんですけど、最後まで見てくださってありがとうございます。